QVC をご覧いただきありがとうございます。ナビゲーターの長谷由美子です。っていう方も気持ちよくつけていただいて、で私も今日つけさせていただきますが、肩もめちゃくちゃ楽ですね。そう、肩ねすごいね、伸び伸びショルダーと呼んでるんですが、すごく伸びるんですよ ね。すごく柔らかくて、はい、結構ここがきつくて苦手っていう方ちょっと見せていただいてもいいぐらい、タンクトップ見えしますから ね。で柔らかくつけていただいて、ちょっと横向きます。ここもバストの位置がすごい、特にねわざとこうやってるわけではなくて自然に、高さ出て姿勢もよく見えますよね。そうなんです、ナチュラルに寄せてあげてくれるのでとても自然な美乳になるんですよ ね。ここ撮ったらさ、もう私この辺なんですよ。だけどここをクッと抑えられている、ここを背中でピッて抑えられている感じなので、サポートすごい綺麗な姿勢と綺麗なお胸ができますもん ね。そうなんですね。でも楽です。手を動かしてもここがクッて上がることもないですし、お腹出てましたね。お腹は出てもここは出ないっていうね、それぐらい楽に使っていただけると思います。そうそうそう、本当に気楽にね、こう夏場もいいですね。そうですね、素材がとにかく優しいので本当に楽なんですよ、ね、ここがクッて上がることもないですし、お腹出てましたね。ここがクッて上がることもないですし、お腹出てましたね。つけるときに楽だからとか気持ちいいからってつけると、どうしてもバストが下がってきたりとか、なんか背中が締め付けられてここがだんだんなったりってあるんですけど、背中はほとんどどうでしょう、響きはすごくすっきりしてますよ。マイクの線があるぐらいで、すっきりしてます、分かりにくいですし、あとここがこう分かりますかね、こうクロスになってるので、こうなってる感じ、イメージ的に、クッと押されてる感じで、ここをクッと押されると自然にここがバストがアップして見えるんです。そうですよね、すごく若々しく見えますよね。ここがこうなってるのとこうなってるのって全然印象が違いますよね。で呼吸も深くできますしね、すっごい楽です。ただそう本当に、ね、楽で気持ちいいです。楽なのに結構上がってるなっていうのが印象ですね。そうなんですよね、谷間